マンダールは、ノルウェーのアグデル県にある町。マーンダルとも表記される。1838年1月1日に新設された。1964年1月1日から2020年1月1日までは、ベストアグデル県の基礎自治体でもあった。現在は、リンデスネス市の一部となっている。西で、リンデスネスと、北で、マルナルダールと、東で、セネと、それぞれ接する。 国内最南端の町で、沖合のピーセン島が、ノルウェー最南端である。ビシェルネンシェイブスター、ソルムルンデービク、チョイスフィオールヘスランホルム、ハルクマルク、シンスネースイメ、トライデイコールシェールネーの各村からなる。このうち、ハルセオ・ハルクマルクとホルムは1964年まで、市の地位にあった。古い町並みフルノルド湖では、マーナードルアという、 頭の部分は mrn という川の続格で、後のダルアは谷という意味である。1653年まで町はベスターライサーと呼ばれた。これは沖合のリセヤ島にちなむが16世紀に分立したエステリセル特別するため頭に西を冠した。現在の紋章は1921年7月2日に制定された。3匹の鮭がマンダールセルバ川における。 酒量の重要性を示している。村の発展は酒量に支えられたところが大きく、今も多くの住民が酒の関連産業で生計を立てている。ウォーターフロントその穏やかかつ爽やかな気候ゆえ、マンダールは夏のリゾート地としてとても人気がある。市街付近の生産田をはじめ、海沿いに延々と伸びるビーチで名高い。市街では、 マンダール河畔に白い木造住宅が軒を連ねる旧市街で知られる。1800世紀を要する国内最大の木造協会、マンダール協会も観光客を引きつけている。オスロのビーゲラン彫刻公演を手掛けた彫刻家のグスタフ・ビーゲランはマンダールの出で市内に彼の博物館がある。同じく当地出身の画家アドルフ・ティーデマンは ハルダンゲルフィオルドでの伝統的な婚礼を描いたハンスギューデトの共作で有名。アマルドス・ニールセイやオーラフ・イサクセンといった芸術家はこの街を大芸術家の小さな街と呼んだ。2009年、市内のホガンベクでルーン石碑が発見された。ありがとうございます。